こんにちは、みゆです。お久しぶりです。森です。いよいよ来ました、百切り本番。ついに。そうで、会場がちょっと場所変わっちゃって、茨城県の浅見ゴルフクラブさんにちょっとお邪魔してます。まあ、ちょっとガチで行くと、あのコースも変わっちゃったからちょっときついかなと思って、グリーンはワングリップ OK にします。隣にいる森大先生、森ちゃん、そう、今日はその森ちゃんがもうみゆちゃんを操って、あのもう百切り導くというレッスンはやんないで、あくまでもマネジメントってところでお手伝いをしてもらって、百切りできたらなっていう感じです。お願いします。お願いします。あ、来た。7番ホール125ヤードパー3、はい、打ち上げて 126.6。あ、手前にバンカーあるね。はい、絶対ダメ。絶対ダメです。バンカー奥7で110で狙っていくか。でもなんかあんまコース家の人に打ち込みたくないんだよね。刻んでもいいかなって感じなんだけど、でも刻んだら刻んだでまた手前のバンカー気になってザクみたいなのもちょっと見えるんだよね。うん、だから UTP で普通に、はい、この、あの3本の高い木の方向を、はいはい、狙っていって、狙っていこう。でさ、あっちに狙うんですよ。なんかあれよりも左行っちゃうと、はい、傾斜だけ右から左にこう来てるじゃない。あ、はい。コロ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 っていって、またいい当たりするにバンカーに行っちゃう可能性があるから、また3本ぐらいの木の方向を狙っていって、もう右にそれたらそれだね。多分あの右側の部に乗るだろうし。はい。まあ、乗んなかったら乗んなかったで、右側からだからあんまりバンカー気にならないかなっていう。なるほど。あの3本の木の方向でやってみましょう。はい、よし。おー、ナイスショットしてんじゃん。しかもあ、これは大丈夫。さっき言ってた大丈夫。ナイス。さっきでも言ってた通りですね、あっちに行くと。でもないっしょ、左に転がってって。力みですね。はい、20ヤード20。これ上げようとされてもこれは超えるから大丈夫。はい、だから運がいいことにこっちからこう起きてるから、嫌ならこのバンカーのこの右のスレスレの方向狙ってってもいいよ。はい、3度で。しびれる。声出ちゃってる。パターでやる、パター。はい。はい、カップに集中しましょう。カップに集中。ちょっとフックしますよ。右から左で。うん。動かせましょう。そう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 。いいんじゃない？はい。いい感じよ。はい。いいじゃん。ナイス。ナイス。よかったよかった。よしよしよし。使ったらこっちですけど。右ちょい右。うん。ちょっとよかったね。いや、オッケーオッケー。こういうところだよ。次はちょっと誤解です。なんですか、なかなかね。なんか言葉になってない、まあなかなかね。なかなかどうしたんですか先生。なかなかうまくいかないよね。そうですよ。惜しかったな。惜しかったな。うん、さあ北8番348ヤードパー4です。これも見える範囲に行ってもらって、前の川田ぐらいのとこ行ってもらって全然大丈夫。はい、右それでも全然大丈夫だし、なんかセカンドね、なんか途中でバンカーがあるみたいだから、それだけ気をつけたいかなとか。ティーショットは全然大丈夫。かしこまりました。大丈夫よ、全然。はい、跳ねてきます。 OK、 ナイス。大丈夫。ありがとうございます。いやでも本当にレディースにしてよかったですね。全部。あー
カラフル、はい、黄色の木バーッとオレンジ色の木がこう並んで5本並んでる、一番左の木の方、一番背の高い木の方、はい、でちょい右それて嬉しいの、嬉しいなって、もう見たら一度あれだし、はい、こういうとこね、どうなってるんですかね、ちょっと行ってみます、心配だな、そう、はい、そんなの見せてくれてたらいいなですねっていう感じ、はい、だから左のバンカーの奥縁で80ヤード、うん、はい、でこっちは左に行きやすいわけでしょ、先に行かないから7番以内で、はい、右バンカー方向で行く、右バンカー方向、うん、まあ、よく言えばの右バンカーで一番左のこのそれぐらいのところを狙っていく感じ、はい、で一番先上がりだからちょっと巻いてってくれたらいいなっていう、うん、イメージ、さっきちょっとダフったから同じシチュエーション で、はい、で低い球出ても出てちょっと左行ったとしてもそのぐらいまで右向いておけば左バンカー入ることはないって感じ、うん、だね、方角はじゃあそうですね、うん、こっち右でもいいぐらい、それやりすぎ、そうそうそう、にゃーにゃー、そう、そうですね、多分大丈夫、多分とか大丈夫、大丈夫、はい、オッケーオッケーオッケー、よし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 、いいぞ、無理だ、壁右から左の本当はバンカーの上から行きたいが、はい、こっちから壁来てるから本当はこのちょうどカートレージやバンカーレージぐらいのところからポーッて風に流されてみたいなパターンが嫌だ、あんまりそう言葉もほんのないから右から左に傾斜してるから壁も右からでしょ、でも右から狙っていくと多分バンカー入れちゃうから、キャリー40だったらサンドイッチのハーフ、サンドイッチのハーフ、はい、サンドイッチ使おう、はい、でもエッジまで36ヤードなの、はいはい、だから40打てばとりあえず伸びない、ちょっとフォロー入ってるからうん止めないで、そうフリーヒールって感じ、はい、これ振り切れよっ、まあ若干緩んだけど、はい、後付け振り切りみたいな感じでした、今ここで止まってからだから実際打ってる感じとしてちょっと緩んじゃってるんだけど、振り切ってれば持ってたかなって感じ、ちょっと緩んだけどでもいいっしょ、はい、あのアプローチはパタで、はい、うん、オッケー、ナイス、オッケー、オッケー、オッケー、ちょいこっちフックライン、こっちに切れていくけど、けどさっきからね、そのぐらいの距離全部ショートしてるから必ず届かせる、届かないと別に入んない、はい、高くなっちゃい、ちょっと右、うん、ちょい右で狙いでいい、ナイス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 、はい、カップ外さなくて、はい、左とかに振って左カップ縁ぐらいで大丈夫、うん、なーよしです、ナイス、オッケー、よかった、はい、ありがとうございます、はい、北9番ホール307ヤードパー4、フォローではあるんですが、はい、池の奥の木までで137ヤード、うん、際ですね、あの旗の方向で、うん、あの白い旗で、白い旗の方向で差し込みます、行きましょう、旗入れも左でも大丈夫だわ、そう傾斜がこう来てる、あ、うん、なるほど、こういう球あるとスライス球で行っちゃうとコロコロっと入って可能性はあるから、うん、旗入れも左で左狙いでお願いします、左狙い、よし、はい、
ちょっと風もね冷たくなってきて寒いと思うんで、はい、あんまり力まないように、はい、いいじゃん、オッケー、あ、開いてる、全然いい、うんうん、全然いいよ、うん、ナイス、うわ、肩よりも左、ナイスナイス、オッケーオッケーオッケー、旗が悪かったけど良かったですね、見てもう旗よりも、旗よりもちょっとほらみんな来てる、あ、電車の船だけ強いってことなんだ、すごいだ、まあ打ち上げる時まで180、まあ到底あれなんで UTOT で、はい、あの、うん、これで手右には行きたくないし、ね、バンカーもあるし、スピードになっちゃうし、その左 の, あの丸い枯れた木よりも左がある、あのカーちょっと書いてあるのパンパンちっちゃい、ああ、あの左に、ね、はい、そう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 、あの方向で大丈夫、こうですか、そう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 、オッケー、ナイス、はい、ナイスショー、いいんじゃん、めっちゃいいとこ行ってるやん、うん、オッケーです、だいぶいいとこ行ったね、本当にありがとうございます、これは本当にナイス、さっきの本当のナイス、はい、いい感じ、いい感じ、本当ですよ、あのクラブハウスの青色の方向、そうそう、青青色か、はい、その方向で60です、左すぎた、いいんじゃない、うん、はい、うん、ナイスナイス、オッケーオッケーオッケー、何ちょう乗ってるよ、すごい、いいですね、先生の目印で、はい、バチッと、いやー、うーん、パターの目印一番難しいよね、このパターンが、うん人によってタッチも違うからさ、そう、ね、左だからでも、はい、そうだ、ね、もうちゃん憑依しなきゃダメだから、なりきって、切れるよりも何やろ、縦の距離の方があれやな、あんまりそんなに切れて、でも結構下りだから、はい、この辺か、この辺になんかちょっと止まるぐらいの感じ、そう、割れてる、止まる、うん、ぐらいがいいかな、本当に止められたらどうしよう、いや行きます、行きます、もう 止める気ないな、入っちゃえ、入っちゃえ、あすごい強かったよもうそれはね、憑依できんいやでも止められたら困るって言葉が早くなかった、子供言っちゃったんだと思うんだよね、だってつま先までって言ってたじゃないですか、メジシは、でもここまでオーバーした後の返しすごい弱くなりやすいから、それ気をつけて、しかもちょい上り、うん、そうですね、そうそうそう、うん、しっかり言った、素晴らしい、うん、はい、いいよ、それカップじゃないから、ここよ、ここ、はい、うん、そこら辺、そう、ここまでの距離、ちょっとこぼさってるのはちょっとあれ、そうですね、そうそうそう、わかりました、ちょっとこう、そうそうそう、もやってるところ、あ、そう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 、ちょっと違います、でもかい、はい、オッケー今日5、83、4、5パット、うわ、はい、じゃあとりあえず前半お疲れ様でした、ありがとうございました、前半とりあえず合計ははい、61回でした、61回、お疲れっすだいぶ気持ちの面では楽なんですよ、森先生がこうあっち打ってこっち打ってって言ってください、うんうん、あとはもうパターとですね、パターですかね、自分の中でも感じてるのは、はい、会社、はい、私も前半のラウンド見ててショットとかは、まあ、これまでハーフラウンドとか一緒に見てきたんだけど、一番なんか落ち着いてるというか安定してるかなっていう感じはすごいする、うんうん、
すごいシャンクみたいなやつからすごいダフリとかもあったのが、今日はすごい少なかったなっていう印象で、うんうんうん、まあ本当に本人が言ってる通り、あとはそのパターの距離感っていうところかな、うん、イメージしきれてないなっていうのがあるんで、まあ、後半スタートする前にちょっとパッティング練習してからスタートできたらなと、はい、おーいいねいいねわかりました。じゃあとりあえずお昼で、はいお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。